局でなぜかフィミたちが湧いてるんでしょ、はい、教育に悪くない、ありがとう、教育に悪くないです、教育に悪くないって言ってる、うん、悪曲が悪くないってこと、あ、ごめん、教育に悪いか、なんで、あの珍しい左に曲がる車が、いや、今日は行けるかな、密度、行けるね、いや、抜け自動車で行かなかったらちょっと問題がある、頑張れ、会釈しといて、うん、今日密度が多いのかこの時間、多分逆にどこで止まってる、え、これバカなんじゃねえのこの湘南、いねえし、え、嘘、警察に電話しようかな、捕まえてくんねえかな、え、呼べば来てくれるよ、だって前もあれ呼ばれて切られてたじゃん、あそこにあった車全部、そこの自販機に反射するから来た場合、待って、ここだったっけ、ビバホーム、え、ビバホームどこで OK だったっけ、違うような気がして、いや、こっちから行くんじゃない、ビバホームじゃないけどね、1、2、3、気をつけな、横から来るかもしれない、違うよ、スーパービバホーム、ビバホームじゃないっつってんの、タカオでしょ、タカオ、タカオじゃねえや、あそこ行くんだったらこれこっからじゃないよな、いやでもこっから行けるよ、前でも姉さんと行った時こっから行かされたよ、あ、ほんと、うん、じゃあそれだったら出せばいいじゃん、こっから、多分ルートわかんないと思う、こっからのやつ出せば、あったあった、あそこが、あ、私はもう覚えてないけど、あ、だから分かっちゃった、なんか知らないけどね、カーナビ姉さんが出したらこっちから行けってなったらびっくりした、こっちなんだって、なんか多分あっちの町会沿いが渋滞してたんでしょう、ちょろちょろ喋ってちょっと待って、これですかもね、まあ、姉さんと行った時はここからここ、こっち側に行けって出たもん、また親に会えなくなっちゃうな、これじゃ、まあ、しょう、高齢者なんすな、これは一回じゃ無理、感染してなんか重症化してなんかあったら一生後悔するしな、うん、って思ってもじゃあ会えないままなんかあっても嫌だしなって、このコロナって本当嫌だね、そうだね、おい全く慣れねえよこの2年経ってもコロナに対して、うん、そうだね、慣れたって言ってる人が羨ましい、慣れてないと思うよ、慣れたって言って感染したら元も子もねえじゃん、俺毎回思うんだけどね、あれ、ああいうコメント聞くと、何に対して慣れてるかって、慣れたんじゃなくて対策していくのがめんどくさくなったからずさんになっただけじゃないんです、自分のやってる行動がっていう、まあそういうとこだよ、別に店に入る前に入り口にアルコールあるんだからさ、その人ってはやることすらももうめんどくさいのって言いたいよね、ほとんどの人もやってないけど、あのこれで済むじゃん、除菌とかできないけどね、スプレーするとか、うん、なぜならば動物がいるから
無理でしょう。まあ動物が使えるアルコール除菌的なものってそこまで濃度強くないから、こんなに雑菌作用って最高ないと思う。行くぜ。トゥルトゥトゥトゥルル。ぶっちゃけドラレコだったら 6S で十分だ。高いやつ買う。ここ神奈川県だから指定のゴミ袋ないんだよな、ここの地区。まあ結局指定のゴミ袋作ったところでゴミが減ったわけじゃないから意味があったのかどうかっていう疑問がある。繋がんなくてうちの方に鬼のように電話かかってくる夢を見た。あのうち間違ってない夢だから恐ろしい。その前もなんか仕事中のなんか嫌な夢を見たんだよ。足の方に今すごい多大なストレス抱えてんじゃないかって気になってきた。確かにたまになんかちょっとしたことでイラッとしてしまうことがすげえ前より増えたような気がするから、そんなあんなストレスすげえ抱えてんのかな。
しない人間なんていねえな。あそこ右だ。手前だと違う。そしてなぜかすごい眠気が来た。いいですだってなんかお前おむつしてる、あ、してるしてるよ、車の中はあったけ、僕のお腹、あーお腹冷えるんですか。あでも本当にこの子運命の子だな、ありがとう、君を見つけられて幸せだよ、私たちは。信号危なの早っ、一瞬で危なって思わない？本当に運命だよね、この子。なんだろう、あの変なキャラクター、ん、王ちゃん、何、相模大野のキャラクターなのかな。ひまわりと何なんだろう、あれちょっとデザイン気持ち悪い。エビーニャっているじゃん、はい、以前あのエビラのキャラクター、うん、やっぱ景品でさ、エビニャンっていうさ、ね、猫の可愛い猫の絵のエビフライがついてる。 あれクリエイトできたの前から言ってたでしょ、キャラクターがあんのね、うん、なんかそのエビニャンのことを、うん、エフバランさんが店長になんかエビニャンの原型らしいですって言ってきたようなことを言ったらしくて、店長信じたらしい、信じてたらしい。で私が前この間出勤かぶった時にそれエビニャンの話になった時になんかずっとインカムでみんながエビニャエビニャって言ってるように聞こえたから、そんなになんか石原のマスコットキャラクターと名前かぶってるんだなって最初思ってました。全然違って、エビニャンって言ってたんですねっていう話してたら、え、そうなのってだからそういう話、その旦那が嘘つかれたことでその時が発覚するっていう。けどさ、眠くなってきちゃったんですけど、どうするんですか。首絞めてあげようかな、バカババア。コンビニ。